令和3年4月から川崎市内の私立小中学校特別支援学校で児童生徒一人一人にコンピューター端末を配布する川崎ギガスクール構想がスタートしました。この構想はつながるをキーワードに児童生徒の創造性を育み誰一人取りこぼさない教育を実現するための新しい教育です。端末の用途は様々で気になる分野をインターネットとつながり調べたり学習ドリルなどのアプリを使って自分のペースで学習に取り組んだりと幅広い場面で活用されます。他にも端末を使って日本各地、世界各地の人たちとつながり探求することが可能になりました。やったじゃん。さらに体育や書道などの授業では端末のカメラ機能を活用し意見を交わしたり映像を見返しながら練習することで自分の課題を明確にして取り組めるようになりました。この構想によって川崎から世界に羽ばたく子どもたちが誕生する日も近いかもしれません。